はい、どうもこんにちは、仙道です。さあ本日もプロスピ2021のスタープレイヤーやっていきたいと思います。本日はね、いよいよクライマックスシリーズのファイナルステージとなっております。読売ジャイアンツとの試合ですね。まあこれが日程ですけどね、まあ怒涛の6連戦みたいになってるけど、まあ最長6試合っていうだけで、あれだね、先に4勝した方が、日本シリーズに勝ち進めると。それで巨人はね、優勝チームなので1勝アドバンテージあるんですよね。すでに 1-0 の状況から始まってます。だから巨人としてはまあ3勝すれば OK と、 DeNA は4勝しなきゃいけないっていう感じです。それではね、初戦臨んでいきましょうか。巨人との CS ファイナルステージ第1戦、菅野いるね、相手先発菅野。俺ベンチスタート、なんでだ、なぜ初戦ベンチスタートなんだ。さあ両軍のねスタメンこのようになっております。我々の先発はピープルズですね。じゃあ試合行きます。さあ東京ドーム来ましたよ。いや全試合あれだからね、アウェイで戦わなきゃいけないからね、全試合、東京ドームで戦いますと。いやかなり血のりが苦しいけどね、血のりあるよジャイアンツに。さあ5対2になってる、まずい。そして第1打席来た。いやー苦しいね、ランナーもいないし、まだ菅野投げてるわ。菅野から打ったことあるか、確か打ったことあるわ。おナックルカーブ、球種多いなマジで、めっちゃ多いぞ。スライダー注意な、スライダー注意。これストレッチじゃね、来た、オッケー。結果よ、ま、最近マジで調子良くねえか俺、めちゃくちゃ調子いいわ。いやこれマジであるよ、まだまだあるよこの試合、全然諦める必要ない。オッケーオッケーオッケー、さすがに主砲の一発、俺スタメンで使おうよ、ホームランキングだぞ。あざミラーだな、アツオのミラー、右だよねいつも、左で行くんだよな先導は、アツオのミラーです。いやーストレート待ってたわ、ストレートしっかり読んだ、素晴らしい放物線描いてるわ。さあ追加って、あーっと読売が7点目、かなり苦しくなった。高橋投手来てここで2番手なんだ、先発で投げてないのかなゲームでは。セーブも3上げてるし、いやでもこれちょっと勇気与えようよ、次の試合につながる一発。もうこの試合は負けだな、さすがに。オッケーオッケーオッケー、ナイス選球眼、これはもう勇気だけ与えよう。うん、オッケーオッケーオッケー、全然諦めてないけど俺は、まだまだ次に繋がる、次に繋がる打席にしよう、次の試合に繋がる打席。あったー、次繋げようよ、落ちんじゃない回るナイスキャッチ、マジか。いやー苦しいね、負けたね。はい、7対3でね負けました。DeNA もヒット10本打ってんだけどね、岡本1、2号打ってる、丸も1号と主役がしっかり打ってるな、ジャイアンツは。さあ、先導は2打数でホームラン1本あった。勝ちを逃した DeNA、落胆してんな。だいぶ落胆してる。日本シリーズ進出のためには勝利あるのみだ。さあ、第2戦行きましょうか。マジで勝利必要だよ。巨人との CS ファイナルステージ第2戦。DK サンチェス。3番ライトスタメンナイス。いや、これ DeNA はかなり最強打線組めてんじゃない？オースティンもスタメンですと。で、巨人は坂本、岡本が絶不調だからね。これはでかいよ。先発は我々が大抜きで相手さんですね。じゃあ試合いきます。いや東京ドーム来ました、第2戦。もう読売があって今 2-0 ってことだからね、あと巨人は2勝したら、なんで中地がこのコーチみたいになってんだよ。原宮本中地の3人で話してんの意味わかんねえぞ、めちゃくちゃコーチ面、コーチの顔してたもんな。梶谷なんかシュッとしてねえか、こんなシュッとしてるっけ。さあ第1打席来ました。ちょっと中地のコーチ面が気になってますけど、サンチェスは打ったことあるっしょ、確か一発放ってると思う。サンチェスは自信あるね。あで球ちょっと147にしては体感速度が速い、スプリットね。オッケーオッケー、見えてる見えてる、でもだいぶビビってんな、相当厳しいとこ攻めてきてるわ。オッケーオッケーオッケー、全然焦りない焦りない。あうん、いや危ね、踊らされたわ。待って待って、よしどうだこれは。オッケーオッケーオッケー、マジで調子いい、マジで調子いいぞ。ある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 わ、
マジで調子よくね。最近明らかにホームラン多いな。これちょ難易度上げてもいいかもね、そろそろ。いやー気持ちいい一発。外39ね、銀河鉄道。オッケーオッケーオッケー、ナイスよ。さあライト守備です。大抜き頼むぞ、やりきろうぜ。自分のピッチングしよう。さあ2-3と追い込んでから吉川直樹が打つ。センター返し、素晴らしいリードオフマン。これ走ってきそうだね。吉弘が怖え。3割30本100打点打ってんだよ。吉弘怖え。さあ1-3ね、打ってきた。ゲッツーじゃない、いやー抜けた抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。いや三塁向かってる。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁。いやそして隼人、ここで隼人。ノーアウト一塁三塁は強えな、やっぱ読売が。オッケーオッケー、これホーム行くぞ、ホーム行くぞ。刺すぞ刺すぞ、助走つけて。マジであんじゃね、マジであんじゃね。レーザービーム、いやセーフ。マジか、いやちょっとそれたか、ちょっと左にそれてたもんね送球が。いやでも見せ場作ったな。だいぶいい送球だったよ今。マジでギリギリじゃね。シンプルに吉川尚輝の走塁技術高かった可能性もある。しっかり助走つけて、この肩ね、矢のような送球で。あーちょっとやっぱね、右にキャッチャーの右側にそれちゃってたんだよね。さあ第2打席来ました。こちらが先ほどの配球になります。いやー勝ち込んでるからね、一発。放物線描こうぜ。2打席連続放物線あるよ。オッケーオッケー、サークルチェンジね。踊らされんねよサークルチェンジに。遅い球サークルチェンジだけで、多分だけ。これ打っちゃっていいよ、うん、打っちゃっていいよね。もう踊ることはないよねサークルチェンジに。いやーマジで調子良すぎねえか、調子良すぎねえ。こんな打ちまくる野球選手いる？最近のここ 1,2 週間の成績えぐくねえか。俺何やった、前のみか、前のみね。 OK、 いいんじゃない。いやあれ何やった、サークルチェンジだよね打ったの。うん、踊ることはなかった。え、だいぶ距離えぐくね、148。脳みに当たってるよ、脳みに。さあ第3打席来ました。2打席連続だからね。サンチェスまだ懲りねえか、まだ懲りねえか。俺に初球か打ってもいいよ。オッケーオッケー、全然見えてる。オッケーオッケー、これボールボールボール。もう怖さないわ、サンチェスの怖さないよ、一切怖くねえ。オッケーオッケー、サークルチェンジね。三振することは 100% ない。うん、危ねえ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 、怖さはない。 OK、 あいつがビビってる、サンチェスがビビってる。うー危ねえ危ねえ、踊らされそうだった今サンチェスの。あ踊らされた踊らされた、やべダセえ。さあライト守備です。あやと怖えよ、しっかり3割打ってんだよ得点圏で。こうフォアボールでもいい気するけどね俺は。おいやーこれうわマジ犠牲フライかなこれは。うーん、どんまいどんまい。カズマが迎え入れたわ。さあ DeNA が再び勝ち越しました。そしてライト守備。さあ2-2と追い込んで大城です。チャンスの場面で大城が、あー抜けるか、抜ける。これ回してない回してない、回ってないよ。いやこれ誰だ、北村来たわ。いや怖えこの場面でも。サンチェス降板したか。いやゲッツー理想、ゲッツーが理想、ゲッツーが理想。ナイスマジでナイス、マジでナイスよ。勝てるぞマジ勝てるぞ。押したいっす。では4打席来た。デラロサね、前三振した気する。借り返そうぜ、借り返すよ。まっすぐ速いからね、まっすぐ速いよ。うん落ちんじゃない、いいよいいよいいね、いいね。久々のちょい逆方向、逆方向への当たり。いやー今日もらしさ全開だな俺は。4-3かな今日。ランナーを背負ってのピッチングになります。ナイスよ屈伸して。さあ DeNA が2点取った、ナイス。そして第5打席来た。
チャンスの場面で小僧、鍵谷投手に変わってます。これ打っちゃおうぜ、もう初球から打ってもいいけど打たなかった。動揺してる相手は特殊能力に動揺ついて、なんだその球は。無回転系も無回転系の球持ってるよ。パーム持ってた。ボールだよね。危ねえ。頼むしっかり甘い球待つ。甘い球待つよ。いや下方向に1個持ってんのか。おん、早かったな。今ちょっとやられた、普通にやられた。さあ最後にライト守備です。中地来たよ。コーチ中地来たわ。でも打率高いな今シーズン。2割9分6厘結構いい成績残してます。いや最後しっかり抑えようぜ。まず1個勝利飾ろう。中地が打って弾き返してきた。いやいい当たり食らいついて。吉川なきもドロドロだぞ。甲子園球児の汚れ方してた。いや中地が走って OKOK 最後俺うん、オッケー。このアングルいいね。いや、ナイス勝利。まあ、私ですよね、ヒーローは。そりゃ。そりゃ私よ。本日、ホーマーの大活躍。5打数3安打かな。で、まあ、で三振もしてんだよね、2、3振。2回踊らされてるから。いや、無事ね、CS ファイナルステージ1勝目飾ることできました。先打5打数3安打、さらにホームラン2本放った。クライマックスシリーズ突破に向けて、明日も勝利目指すと。まだ2回三振してるからね、そこは反省。それじゃあね、今日の動画はここまでにしておきましょうか。次回もね、CS の佳境に入ってると思うので、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。さよなら。